どうも、しょうれです。白猫ポリジェクトの、2回目やっていきたいと思います。とりあえず、まあ、もうすぐガチャ多分できるようになると思うんで、これとりあえずクリアしていきたいと思います。赤屋根の小さな工房へ。結構ストーリーが気になりますね、この手のやつは。ウェルバから歩くこと数刻、やがて煙を上げる小さな工房が見えてくる。どこで見たことあるぞ、こいつ。誰かと思えば、それに、こいつ、黒猫のウィズの、なんか出てこんかった、こんなやつ、バロンってやつ。多分出てたとこ、黒猫と。会社が同じやから多分出したらな、これ。でも若干姿ちゃうけど。冒険家のカイルだ。あなたの島で一番の物知りだと聞いてきた。ほう。いいだろう。何が聞きたい？ほうほうほう。飛行島か。残念だが、教えられるようなことは何もないな。なんか知っとるっぽいな、でも。教えられるようなこと。教えられへんことは知ってるわけやな、こいつ。怪しい。その金槌に刻まれているのは、ひょっとして古代文字か。怪しいぞ、こいつ。読めるのか。その形からすると、おそらく旧王朝時代の秘仏だな。ほう。マーケットへ出せば、ガレオン一石買える値段がつくんじゃないか。なんやって？お前さん、ただの冒険家ではないようだな。あなたこそ、ただの鍛冶屋じゃなさそうだ。ガレオンってなんか分からんの、やばそうやな。島の北端に小さな遺跡がある。お察しの通り、旧王朝時代のものだ。ほう。道中、凶暴な魔物の住む深い森を越えねばならんから、村の者はほとんど近づかんわね。冒険に危険はつきものさ。ありがとう。ありがとう。行ってみるよ。行ってみるよ。ありがとう。待て、お前も一緒に行くつもりか。もちろんだ。まったく、嘘が下手なやつだ。お、カジヤ。ついてこい。気は乗らんが、剣を打ち直してやろう。お前にもしものことがあっては、ヘレナが。これでカジヤという枠が、あれか。ほう。まずはお前に新しい武器を与えてやろう。ここをタップしてみろ。タタタタップ。お、ガチャ来たぞ。お、ガチャめっちゃ早くやったよ。何これ、出番ですね。スズメ姉さん。ガラス玉使いの浴衣少女。何やこいつ。武器ガチャ。お、ガチャって武器なんや。安心してくれ。誰や、クライブ。安心してくれ。バロン。新しい武器を作り出すには15個のジェルが必要だわ。え、15個めっちゃいるやん。へへ、ガチャ1回引くのに15個いるん。え？めっちゃくちゃやん、これもう。武器の説明。ジュエルまたは指定するデジタルアイテムを投入し、転入していただくことにより、抽選ごとに一つの武器アイテムが出現します。星2、星3、星4のいずれかの武器アイテムが出現します。だから星4がこれ最高ってことだ。今のこのゲームの中だったら、星4がマックスランク。なるほど。武器アイテムの出現確率は同一ではありません。実施回数によって出現確率は変動しません。ほう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 。なるほど。とりあえず、ただでこれくれ。ホーリーシュベルト。くれるんかな。あ、ちゃお、なんかランダム出てくるやん。一回だけ聞かせてくれるみたいだから、聞かせてもらおう、じゃあ。来い、ええの来いよ、星4や、星4。来い、一発目から星4来い、俺の神引きや、引け、来い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 。あー、なんかあかんぽい。お、なんかやばそう。あー、なんやねん、普通やんけ。おい、金色やからやばいんか思った。星3って。激レア、ゲット。お、なんかでもかっこいいぞ。七死刀。十二使徒じゃなく七使徒。お前にふさわしい剣が完成してるだな。早速装備してみろ。ほう。追加効果なし。雷属性。まあでも絶対強い方やろ、これ普通のやつと比べたらさ。パーティー。武器ガチャか、これじゃあ。主人公はこいつ固定か、じゃあ。いやでもあれやな、助っ人で結構キャラおったしな。まあキャラはストーリーで仲間入るんかよくわからんけど、まあ。武器をガチャで手に入れていくというタイプ。これ強っ。最後に私がその剣を鍛えてやる。今回だけは無料で強化してやろう。うわぁ、そう考えて星4欲しかったな。どれぐらい変わるの強化したら。あ、攻撃位置上がるだけ？え、これだけ？微妙やな。まあ、微妙でしたね、ちょっとね。またこの位置がでかいの。お、
能力を進化することができると。ほう、あ、会心上がる。あ、金強化できるやん、これ。じゃあ金結構大事やな、そう考えると。金結構大事っすね。うん、まあとりあえず OK。とりあえずじゃあ次行きます。うん、この星4とかおるもんな、これ。これさっきおったやつやんな、クライブ。死の力、見せてやる。これ絶対この強いキャラやろ。特集されとったんだから、あそこの中で。さあ、世界の果て。死の力、見せてやる。あ、なるほど。キャラクター説明とだからか。使わせてもらおうじゃ。まあ強いと使った方がいいでしょ、これ。とりあえずね。まあ強いに越したことないということで、行こう。かっこええな、クライブ。イケメンやな、これ。フェイフェイフェイ。お、プラス5される。お、やばい。え、めっちゃ強かったやん、これ。属性攻撃強っ。もう無敵やで、俺は。もう負ける気はしないぜ。武器動かしたらね。あ、しかもきっちり武器映るやん、これ。おー、いいね。武器いいね。こっちで宝箱あるやん、これ。ほら、ほら、ほら。おっ、敵がどんどん撃破していくぜ。オッケー。これ見逃してもったいないからね、絶対ジュエル手に入るし。でも武器ガチャ1回分15個ジュエルってことは、結構武器手に入れるんしんどいな、これ。うん。それがやっぱ強いってことやな、武器が。そりゃーザコメが。お、あそこ宝箱ある。取っとこう。へい。で、こっちから行くか、じゃあ。ほっ、ほっ。お、宝箱めっちゃあるやん、ここ。一つの男女に普通に2、3個あるんですね、宝箱ね。宝箱集めるも結構楽しいな、これ。へいへいへい。あのなんかこの白猫プロジェクトの特徴としては、スタミナがないから何回でもできるっていうのが結構すごい売りみたいで、斬新っすよね。スタミナがないという。無限にできてしまうというね。でも確かやっててね、これね、なんか入る理由がわかるわ、なんとなく。うん。普通に結構なんか、飽きひんな、これ、このマップが全然違うから、毎回毎回。ほっ、お、なんかさっき転んだぞ。あー、やめろ、バッカモン、ずりゃーずりゃーずりゃー、ザコが。もう一丁、ずりゃーずりゃーずりゃー、クリア、オッケー、コンプリート、いいね、ミッションコンプリート、やったぜ、オッケー、いいえ、てててて、ゲット、太古の魔力を宿した、あ、ミスター、お、新しいの出たぞ。この先はバロンの言ってた森か。確かに人が立ち入るような場所ではなさそうだ。どんなものが潜んでいるかわからない。酒場に戻って一緒に戦ってくれる仲間を募集しようか。お、これか、お、やっぱ仲間もガチャ手に入るんや、これ。おー、これで仲間ガチャか。仲間の募集にはジュエルが25個必要。25個？何や、このなんか規格外のはず。マジか。普通って5やろ。で、武器で15個でビビらしておいて、仲間はさすがに豪華と思ったら 25! だからこの手に入るんだ、これガチャ。やばいやん、25って。あ、カモメちゃんやん。かわいい、かわいい、アクションスキル、ベルセルクやって。あ、欲しい、この人。この子欲しい。力になります。この人は別にいらん、俺は。カモメちゃん、カモメ、カモメール来い。え、これ。なこれ、なこれ。え、なこれ。あ、なにこれ、あ、なんか似たようなゼータで、さっきのやつと俺の武器のやつと。良きに計らえ、金髪や。うん。でもちょうど俺金髪、アレクサンダー、ええ名前やん。ハンマー使い、楽しい仲間出会えたな。早速パーティーを編成してみようか。わがまま王子アレクサンダー、結構強い、こいつ能力。こいつ強いんじゃん、普通に。こんなんハンマー使い、スズメ
ガラス玉使い抜けた少女。うわ、ガチャ楽しいな。なんかすごいな。なんかパン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 って俺できよったな、さっき。編成ボタンタップします。タップタップタップ。下のウィンドウにいるのが編成できる仲間だ。パーティーに渡したのを加えてみてくれ。ちょっと俺な、リーダー書いたんやけど。お、壊れたリーダー。弱こいつ。能力全然違うやん、これ。攻撃倍ぐらい違うんやけど。ボク様が行く。いや、これやろ、絶対。ボク様、アレクサンダーいいね。ウッドハンマー。こいつは強い。これ、なんかこれ、剣つけられんの、こいつ。あー、剣つけられへんっぽいな、こいつ。ちょっと待って、これ変えてみて、こっちに。こいつ剣つけれる？あー、つけれへん、剣、やっぱこれ。やっぱハンマー装備やったら剣つけれないですね、これね。まあ、そらそうか。まあでも、当分こいつが俺のメインになると思うんで、多分。やっぱ攻撃でしょ、これ。いける？ 2 個で、あ、全然いけるやん。必要、この、ね？あ、109個ある、このゴミみたいなやつ。ゴミマーク。これおもろいな、スキル。どんどん強化していこう、俺のアレクサンダー様を。へへへ。アレク様強化するぜ。どんどんいっちゃうぜ、アレク様。コンボレベル。会心か、SP。SP ってね、よくわからんけど、まあ、とりあえず攻撃やろ、やっぱ一番大事なのはさ。あ、いったもと。どこ狙うかな、攻撃7か、最後。え、これ何これ。なんか最後やばいのあるぞ、これ。これ全開放させたらめっちゃ詰まれるな、多分これ。めっちゃこれあるな。やり込み要素半端ないな、これ。あ、ない。なんか限界突破？限界突破。限界突破いかがなのに、すべてのプランナー成長します。お、虹のジュエルがいる。25個と1個。あ、これが進化か。限界突破ってやったら進化するんや、これで。へぇ、なるほど。もうちょっとソウルボード強化できるやろ。多分、ここら辺いけるんちゃう、普通に。無理か。これは？無理か。もうなんもないこれ、もしかして。これは？あ、無理か。ちょっともう無理っぽいな。あ、リーダー、僕様に続くな。アクション、デストロイクラッシュ。オート、なし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 。アイテム。ルーン、赤のルーン。ほう、あ、虹のルーンがある。お、この一番やばいやつ。これが一番やばいですね。形、あ、形とかあるんや、これ。消費アイテムは？これ何これ。経験値、2倍。おー、なるほど。ゴールド2倍。ソウル2倍。ルール2倍。おー、これやばいやん。全部2倍。全部3倍。はぁ、やばし。アイテム購入。あー、これ課金や。あ、ちゃうわ。あ、ジュエル10個でソウル3倍とかなるんや、これ。じゃあすげえな。まあ、いいわ。そうそう、酒場では他の冒険家と協力して教室に挑戦できる。腕試ししてみるのもいいかもしれないな。おー、これだからマルチプレイできるんですよね。まあ僕ね、結構、まあ、タカとマイさんと結構よくいるんで、マルチでもこれね、やりたいなと思ってるんですよね。もうなんかもう、続編がやるみたいな感じやな。やるな、これ、続編な。見てくれ、これ。これ見てくれよ。かわいいな。やっぱ金髪やな。王やな、やっぱ俺は。俺は王や。うん。これは俺の相棒としよう、今後。こいつをどんどん使っていこう。とりあえず、武器ガチャ引きたいな。いや、キャラか、やっぱキャラ欲しいか。ん？これ今、キャンペーン中なんかな？なんかの。あ、なんかあった。あ、すでに所有しているキャラと同一のキャラが重機出現した場合は、スタールになると。ほう。クライブ。なんか今のこの、みたいな、なんかその、あれ？これめっちゃ欲しい。このカモメちゃん。これ欲しい！俺、カモメちゃんが一番欲しいんやけど。とりあえず、メニュー。メニューとか、タイトル画面戻りたいな、タイトル画面。タイトル戻ります、とりあえず。なんか、お知らせかなんか多分ね、今のガチャのやつ載ってると思うんで。え？いえいえいえ。プッシュ通知めんどくさいか、邪魔。あ、メニューか。あ、これはお知らせ。おー、スタート。
あれこれだけ？なんかもっとないこれ。あ、ガチャイベントとか今してないんかな、あんまり何も。まあ始まったばっかやもんな、そういえば。お、これあるやん。やったー。タイトル戻ります。あ、違う。これで25個か。あと1個あれば、ガチャ引けません。仲間か、ガチャ、ガチャ。ちょっと仲間ガチャ引くべきだと最初思うんで、やっぱ。ちなみにこれ、ショップみたいなのどこあるやろ。いえ。これか。ショップ。あ、ジュエル購入できるんやっぱり。何これ。年齢確認。あ、こんなんあるんや。めんどくさそう。武器ガチャ行こう。なるほど、ガチャ2種類あるんですね、これ。で、そのうちの中で、まあ、星2から4が出てくると。これ、4ゲットしたらやばいな。おー、ホーリーシュベルト。星4の装備と星4のキャラをゲットすると、かなりやばいでしょうね、これね。多分。めっちゃ強いな、多分。よくわからんけど。まあ、星3でも結構余裕で勝てそうな気がしますけど、当分の間。この王様でも。まあ、とりあえずこれね、ちょっとね、次、ガチャもうすぐ引けるようになると思うんで、お試しでやるつもりだったんですが、まあもうね、このまま、普通にもう今後もやっていこうかなと思ってます。とりあえず。あとマルチプレイね、ちょっと次やってみたいなと思ってるんで、とりあえず前さんでサカ誘って、とりあえずマルチプレイで次、どんな感じで冒険できるのかっていうのを次やってみようかなと。これ、協力バトル、これか。これですね。お、討伐ケースとかあるやん、これ。おー、これおもろそうやな。獲得 BP とかあるよ、これ。あー、これちょっとやっていきたいな。マルチプレイもちょっとやっていきたいですね。ちょっとやっていこうかなと思います。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで、終わって、次からもまあこの白猫プロジェクト、やっていくので、また見てほしいなと思います。あとまあフレンド募集みたいなこともよくわかんないですけど、またするかもしれないんですけど、まあ当分まだ今のところはしないかなと思います。とりあえずまあアプリね、僕今のところまあモンスト、ドラポポコダンとやってるんですけど、まあまあ、追加でこの白猫プロジェクトも、まあまあ、ペース自体はそんな早くないと思うんですけどね。イベントとか来るとか、なんかあるためにはやっていこうかなと。あとまあ、ストーリー進めるとかね。ちょくちょくやっていこうかなと。いうふうには思うので、まずそっちの方も見てほしいなと思います。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。